ええやばくねやばくねえ、ビッグラン。皆さん、ビッグランの情報来ました。3月4日、土曜日から、2日間、また2日間かけてやるみたいで。ええなんかさ、鮭のさ、なんだろう、目撃情報が入ったらしくて、別の鮭ね。いつもドスコイみたいなお頭鮭、横綱ってのを倒してたじゃないですか。このなんか竜みたいなさ、名前立つって言うらしいんですけど、なんかすごい長い竜みたいなやつ、出てくるみたい。これと戦うんだ。やばくね？ヒロさん、ビッグランやるみたいだよ。ついに情報が来ましたか。遅くない？来るの。遅いですよ。なんかさ、俺寝てたんよ。はい。ヒロさんは起きてた？いや、僕も寝てましたよ。だよね、深夜に来てたよ。だって11時ぐらい。なんでそんな時間に来るんですか。子供たち寝てるよな。寝てますよ。ね、なんかびっくりと飛び起きたわ、なんか。はあ、飛び起きたんですか？びっくりした。飛び起きて、はあ、とりあえず風呂入った。ああ、なるほど。ね、今ここにいるんですけど。はい。なんか新しいさ、なんか横綱みたいなやつ来たらしいじゃん。そうなんですよね。そう、名前は、はい、どうぞ。え？どうぞ、名前は。僕、わかんないですよ。え、わかんないの？はい。何を見てたの、あなた。なんか2文字だったことは覚えてるんですけど。2文字だね、うん。で、思い出せないな。鉄？頭わるわるヒレオさん。頭がわるわるヒレオさん。頭でかでかヒレオさん。うん、タツだよ。タツだわ。そうだ、タツだわ、うなちゃん。あ、タツ。鉄じゃないじゃないですか。誰だ。惜しかったけど、タツだよ。タツですよ。なんかね、蛇みたいに長いらしい。タツです。え？え？長い？蛇みたいに長いらしいよ。怖っ。あのね、見てて、ヒレオさん。はい。こんなに長い。短い。こんなん。え？短いんですけど。でも、こんくらい長いらしいよ。え、おなちゃん、これ短いですよ。じゃ、ヒレオさん、タツ書いてよ。え？カーブしちゃった。ヒロさん、タツカーブしちゃった。え？ヒロさんのタツなんか、え？なんか右に曲がっちゃったんですけど、僕のタツ。なんか長すぎてカーブしたぞ。なんでこんな曲がっちゃったの？ヒロさん、目描いとくわ。あ、似てる似てる似てる。あ、タツタツタツ。これこれさ、こう、口こっち口口。口にしたこれ。ほら、僕の馬。お、すげえ、じゃあ俺ヒゲ描いとくわ。はい、え、なにこれ。ヒゲヒゲヒゲ。いや、なんかヒゲこっちから生えてないですよ。こっちですよ絶対。え、これだよタツ。あ、すげえ。僕うまっ。